ようこそタマロクと科学館へ。タマロクと科学館は観察、実験、工作が楽しめる体験型ミュージアムです。タマロクと科学館についてご存知ですか？このビデオは科学館にある各展示室を紹介します。一つ目はチャレンジの部屋。この部屋には月の重力が実際に体験できるムーンウォーカーというアトラクションがございます。ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。二つ目は体の部屋。この部屋には人間の感覚を利用して楽しむコーナーが充実しております。自身の五感を十分に発揮して楽しんでみてはいかがでしょうか。三つ目は仕組みの部屋。この部屋では機械のメカニズムや身の回りのシステム、暮らしの中の仕組みについて紹介します。普段には気づけない新たな発見があるかもしれません。四つ目は自然の部屋。この部屋には武蔵野の生き物や普段なかなかお目にかかれない珍しい生き物まで様々な生き物が展示しております。お子様なら喜ばれること間違いなしのコーナーです。5つ目は地球の部屋。この部屋では貴重な化石や岩石を観察できます。地球の歴史、自然の力を存分に感じてみてはどうでしょうか。続いてはプラネタリウムの紹介です。最も多くの星を投影するプラネタリウムとして世界一に認定された投影機ケイロン2を使って上映いたします。臨場感あふれる星空をお楽しみいただけます。その他全154席の休憩室を自由にご利用いただけます。ミュージアムショップでは科学に関するグッズやタマロクと科学館オリジナルグッズを取り揃えています。さらに館内ではミュージアムカフェロクと直吉が運営しております。地元の野菜をふんだんに使用したカレーが人気です。こちらは交通アクセスです。豊富な交通手段となっておりますのでどちらからでもお越しいただけます。では皆様のご来館を心よりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。